はい、ではですね、今日の編成20秒ですね。オール20秒で組んでみました。この速さに君はついてこれるか。はい、まずですね、上から芝居、そして長所、馬長に長運、長飛に雨飛でございますね。この6部隊でやってまいろうと思います。まあ、20秒なので1分間に3回打てると、このサイクルの速さですね、これが持ち味でございます。特に長運なんかはですね、25秒戦法なんかとそんなに遜色をないみたいな、遜色ないみたいな感じだと思いますね。長飛もわりかしそうかな、強いと思いますね。20秒の割には、まあとは新しめで雨金ですかね、防御マンですね。弱化消しと味方3部隊防御 100% で、この下にいるですね、総将でも良かったんですけども、まあちょっとそれじゃつまんないかなと。ここは変わり種雨金防御の役を与えてみようと。で、馬がですね、4部隊になっちゃうんですよね。こうなるとですね、知力馬の芝居で、あとは物理ですね、物理が3人、まあ雨金はサポート系に行くとして、まあ主力がこの馬物理2人ですかね。で、全体の軌道をなるべく合わせるために歩兵陣形にしております。芝居はもちろん防御で、これですね、問題は長所なんですよ。いや、もうオール20って言っちゃったからしょうがない、長所持ってくるしかなかったんですよね。で、大凶っていう手もね、もちろんあるんですよ、UR。ただ大凶下手に馬なだけにですね、ちょっと主将では使いづらいし弱いんですね。僕ぐらいの大凶の星だと。星0か。星0なんで。ちょっと現実的ではない感じ。先方はね、強いと思うんですけども。なので、20秒にするにはこの長所になってしまったんですが。まあ20秒ならというところを見たいなと思いますね。で、結局は20秒で何が出るかと言いますと、50% 攻撃2部隊ですね。まあ物理がね、多いんで、そこに入ればというところでしょうか。もう、私ね、絶対周遊の方がいいと思うんですよ、ここはもう普通に。で、敏活盛るから言うて早いし、後出し周遊でいいと思うんですけどね。まあ、今日は20秒縛りということでやっていきましょう。で、ざっくりとささっと特徴ですね。芝居はですね、芝居各、そして長所、こんな感じで戦法を放っていきます。で、平価違うのが2つ入るんで、曹操と炎章で足してみるというところですね。で、馬長は勘金兵ではなく馬頭ですね。連鎖率ちょっと馬頭の方が上ですし、まあ物理の馬が多いということで、この馬にですね、2倍に行く馬頭入れてみました。で、長運はですね、両乱編成ですね。もう両乱でバチコーンと言ってもらえばいいかなという感じですね。で、長飛に諸葛亮を入れてみました。そんなに攻撃落ちるんでもなかったんで、まあ一応これはサポート系戦法という感じで入れてみます。で、雨金は連鎖して、総称、助攻がありますね。なるべく早く打ちたいんで、炎射を入れましたね。そんなところですかね。なので、距離で言うと、ゼロ距離が芝居ですね。芝居だけか。で、0.5 がこの3人。長所、馬長、長運。で、1が炎射が入ってる2人ですね。長飛。そして、雨金。そんな感じの距離感でございます。始まりました。ここは平城西北ですね。さて、まず軍楽隊から行っちゃいましょう。兵法書はあれだな、勝てないな、足りるかな、まあいいか、うん、いや買っとこう。すいませんね、ちょっとパパッと買っちゃいますね。私じゃねえよ、本当に。なんてね、俺は今戦争してんだよ。私じゃねえよ。ありがとうございます。
はい、失礼しました。軍楽隊ですね、早速20秒先鋒。すごい溜まりまくってる。すごいすごい。おお、あっという間に終わるな。さて、最後の地点がここですね。弓歩兵式台。すごいすごいよ。大丈夫かなこれ。また僕のとこ来ちゃうのかな。嫌だな、来ちゃうと。いや、来ちゃうのかな。なんか欲しがってるみたいだな。欲しくないぞ。あ、帰還しやがった、うちの兵。ここいけるな、騎兵詰め所。あ、いけちゃうぞこれ。なんか兵法書忘れた気がするけど、抜けがけしちゃおうかな。北側突しよう。もう突しちゃうのかい。これこれ赤丸がここにガラ空きであるんだぜ。一人動いてね。あーでも岩こすってるから遅いわ。しまったわこれ。こっち守り来ないね。さて、本丸が今480万、要所3箇所で、こちら側も割と優勢かな。うん、敵の強を突いた形になったかもしれませんねこれはね。 B とはいえ、ほら来たー。いやいやいや、まだでしょ。ちょ、来んの早いて早いて。もうやけくそかよ。全くだって城の防衛行ってないでさ、こっち来てるやん。ひもさん、ダメなひもだね。行くぞ。お、デアルが登場したけど、これデアル俺の城守ってないぞ。これこれ敵攻撃しちゃってるぞ。しょうがねえな。ああ、馬長がやられた、速攻やられたわ。ダメダメ、すぐ出すすぐ出す。あ、そこそこ減ってるな、半分近く減ってる。ただ私は20秒。お、早っ。また 0.54% しか触ってねえよ。ちょ、デアル、あ、飛ばしたの方が早かったね、デアルが。危な、もう分かんねえわこれ。さて20秒ね、どうだったんでしょうね。あれまただよ。最後はね、あれ見せ場だったよ。多分20秒くんがね、シャカ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 言ってね、1位とか取れたと思うんだ。どっから見りゃいいんだよ。いや、しかし本当必ずですよね、僕攻められない攻城戦ないっすもん。さて、雨季防御をかける徐行先鋒、今の人ね強かったですよね多分ね。あ、でもいいな、徐行の強化解除。思ったよりいいですね、3連鎖出てましたね。で、総称は会心発生変化になりましたね。なるほど。で、張飛、張飛隊が攻撃4000。なんだこれ、同士打ちを食らって、なんか他にも先鋒を食らってるって感じですね。出会い頭に食らっちゃってる。で、先鋒を放って線とか、あ、この人本当強いわ、全然歯が立ってないわ。で、諸葛亮計らずも発動して同士打ち発生させる。で、張飛に知力変化、攻撃変化、攻撃速度。知力って誰だろう、なんかいたな。で、問題の長所ですね、長所が先鋒発動、弱化解除発生しました、攻撃変化出しました、以上です。大変ね、俺は本当周囲に変えた方がねいいですね。いや、しかし今回もこれログ読んでて、これ薄いな、これほんとちゃんとやらせてくんないもんな。工場はすぐ終わるし、芝生が、あ、これですね、芝生が知力アップですね。これをかましてきて、お芝居の方がまともに出てますね、1900とか出てる。
で大仏攻撃変化、まあ、デバフの王様ですね。でバチョなんか全然いいとこなし、なんだこれ。でチョウン速攻やられましたよね、これもね。一応戦法放ってちょっとだけダメ、硬いな、全然ダメージ取ってない。はい、以上です。今回も全然効果を見せてもらえなかった。ただね、強かったと思うんですよね、僕の城攻めた人が。まあそれにしても長所はやっぱりいらないなとね、わざわざ20秒に揃える必要もないなと思いましたね。まあ、この速さ確かに魅力ですけどね、またちょっといろいろ考えて25秒入れつつ20秒主体でやってみようかなと思います。今回も最後までご視聴ありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録高評価いただけますと大変励みになります。よろしくどうぞお願いいたします。じゃあね。